え、なんかやっぱ言わなきゃダメ。うん、別にいいよ適当で。別にうちのチャンネルでそんな、うん、ヘイセイフラミンゴとか言ってもつまらんやろ。どうもどうも、オメシスですみたいな。オメシスか、オメシス、オメシスでその席やったら相当声張らなあかんで、うん、リオちゃん側なんやから。いや、なんかやっぱね、最近やっぱオメシスばっか見てるわ。オメシスおもろいしな。おもろ、うん、なんか今年になって見るようになったよ、ほんとに。うん、うちも今年になってからだよ、うん、オメシス始めたんは今年、あの、うん、今日ね、うん、誘われんかったら名古屋行こうかなと思ってたの。おう、なんかね、メタバースの、なんだっけ、メタバースじゃないけど、うん、なんか、ね、イベントがあって、名古屋、リモートでなんか、免疫のやつやっとるよな、うん、免疫とか、大丸松坂屋も、バーチャル名古屋駅やっとるし。で、今、2000で、うん、タイマーラーメン食うと、オメガ、レイ、うん、辛い方式の方、んレ、リオか。リオの、なんかこう。あ、リオちゃんの、うん、うん。コースターか、ステッカーかなんかくれんのよ。店でやってんだ。あ、そうか、店のやつ紹介とかやっとったもんな。うんうんうん、で、あんかけスパの店と、うん、レイの村。あ、レイちゃんの。うん、へぇー。あー、なるほど、あそこで紹介しとった、それぞれが紹介しとったお店か、動画で。うん。なるほどな。へぇー。どうしようかなと思ったけど、まあ、うん、また関係ないんだけど、おめえ説と関係ないんだけど、うん、ヤトガメさん観察日記って漫画あるじゃんね。あれの、なんかトークイベントが、うん、今日はあるんだって、昼1時から。へぇー。本当は10月にやる予定だったんだけど、うん、原作者の人がコロナになっちゃって、延期になって。ああ、そうなんや。へぇー。あとなんか東海ラジオの原子穴、原子穴ってわかる？ん？原子穴？原子数てる穴。わかんないか？ラジオ聞かないか？いや、ラジオちょいちょい聞くんやけどな。好きなアナウンサーなんだけど、人も司会で、うん。うん、で、あ、そのイベントのな。で、なんか四日市が、結構、市がやってる、四日市の PR イベントのトークショーを名古屋でやるっていう。四日市市のトークショー？あ、そう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 。まあ、うん。何、市長でも出てくんの？市長は出てこんけど、うん、まあちょっとその。市長やる気見せろよ、ちゅうか。言ったらあかん、言ったらあかん。まあちょっと 大、うん、大事な高校の先輩やから大事。なんかそういう、本当はね、その、うん、それをなんか市の PR イベント的なトークショーを、うん、その市のちょっと偉い人と、うん、ヤトガメちゃんの関係者と。ああ、そういうことな。そう、で、原子アナウンサーと、うん、なんか三者でちょっとワイワイ話すっていうトークイベントが、名古屋のどっかの書店、スタヤ、どっかの書店の、うん、で、イベントをやるんだって、1時から。それちょっと興味あったな。また、よう拾ってくるな、そんな話題。ああなんで四日市市民のこっちが知らんねんって話ないんじゃ。なんか、題名がどうする四日市みたいな、なんか、どうする家康みたいな、大河ドラマの、みたいな。四日市ダメかな、うん、もうそのネーミングセンスの、うん、なんか四日市だなって、まあね、うん、市が主導するやつなんでそういう、うん、なんそれこそなあ、今四日市やったらね、 YouTube 界隈やったら旬な人だっておるわけやし、うん、ね、使っていやいやいいや、うん、ああ別にうちのことじゃないで、うんあれ、あれ、あっち見てないか、しぐれういちゃん、知らんか。名前だけは知ってる。ういまま、通称。わかんない。VTuber。VTuber に該当するのかどうかが、なんか、すごくわかりにくいところなんやけど。名前聞いたことあるかな、ちょっと。あれ、だって、スバルちゃんの、スバル。大空スバル。あ、はいはい、うん、ホロ。ホロの。はいはい。うん、スバルちゃんの、うん、ママ。あ、え、エッシーさん。そうそう、エッシーさん。うん。なんやけど、うん、気がついたら自身がアバターを使って、うん、ライブ放送とかをするようになり、はあ、うん。今や登録者数60何万やったっけな。あ、ウィキペディアによると四日市の出身なんだ。そう、四日市なんだよ。すげえ。いや、なんか、三重弁の話とかしとるで、三重の人なんやろなってのは思っとったんやけど、うん、名前がさ、しぐれういやからさ、うん、俺、コアナなんかなと思っとって、勝手に。あ、うん、しぐれって言うと、コアナやん。こっちの方のイメージやと。うん。だもんで、うんかなと思っとったら、実は、よかちらしい。うん。逆に VTuber ってそんな、出身地が明かされとる人っておらんから、うん。V 活動やっとる人で、唯一ぐらい、うん、やん。